とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新日となってます。今回は30回までですね。前回がボスラッシュだったので、今回は違うでしょう。装備が、お、いきなり、クールダウンついてるね。他は別に良くないけど、クールダウン付きの防具を最初から持ってる。っていうことは、これを、最後まで使っていくっていうのも、ありだね。うん。反逆者は、パワーでものすげえ役立つんで、いいかもしんない。何シーズンか前、いや、結構前だな。の時に、最初からクールダウン入ってる、傭兵のアーマー持ってる時あったんだよね。その時とか、確か最後まで俺着ていった気がするんだよな。今回もそんな感じでやっていってもいいかもしれませんね。簡単？一回簡単？いつもね、序盤が結構難しいんですけども、これもパワーシェイカーでしょうね。まあ、2、3回から難しくなるタイプか。おお、いきなり？ちょっと待って、いきなり、レイスが。珍しいね。あぶね。OK。最初からレイスが、嫌がりますね。じゃあ。あとは、おお、エンチャンター面倒。いないな。こっちもいるんかい。まだいた。終わり。早いね、早いね。うん、よし。素晴らしい。エンチャは、あ、待って、まずクールダウンから入れていこう。うん、まずはクールダウンからだ。せっかくあるからね、使っていかないと。おお、矢が出てきた。ありがたい。矢が出てきてくれるとありがたいね。 OK、 もう出ないか。ああ、まだ出る。もういいかな。もう敵の数もそんな多くないよ。めちゃくちゃ多くないので意外と楽。ワンパンで倒していける感じなんで、楽ではあるな。終わりかい。序盤簡単。おーい、ドラ、マジか。今回楽じゃない。最初からこんな高性能装備がたくさん揃っていいのかな。もう出ない、出ないね。ちょっと待って、これ。いや、楽勝だよ。上にいっぱいいるとか、いやいや、いないぞ。終わり？いや、楽勝？楽勝？なんだろう、なんだろう、敵が、湧いてくるのが早い。うん、ものすごくスピーディーだよな。いりません。ものすごいね、スピーディー。あれだ、展開が早い。なんだろうね、今回のタワーは。あ、待って、下にいる。もうこういうやつから先に行かないとね、めんどくさいよ。 OK、危ねえな。よし、あとは、あれ、上か。あ、いた。少ね。敵少な。ほんでバースト、ちょっと待って、いい装備揃いすぎでしょ。どうした？装備がめちゃくちゃいい。
ほんと、あ、これ今回さ、これ高速周回いけるぞ多分。いや、まだスタートして4分ぐらいでしょ、経ったの。よっしゃ、この調子で倒していけるなら。あ、いやいや、これ後半が難しくなるタイプか。 OK、 やば、あぶね、おーし。あ、敵のね攻撃力高い。あー、でも少ない。敵の数少なくって湧くのが早くて、HP がそうでもないか、攻撃力が高いんだ。星折るでしょう。星折る変えていきます。いや、両番号のでよかったかな。クールダウンのパワーシェイカーならまあいいか。大丈夫大丈夫、いけるよ。いやいや、うん、そうだわ。やっぱり展開が早い今回のタワーは。で、展開が早くて敵の攻撃力が高いんだ。終わりかい。いや、こういうタワー好きだよ。サクッと進めてね。あ、これゴーレムでいいんじゃない。ちょっとサイスがいい感じだね。釣り竿が後で出てくるならばサイスを持っていくっていう手もありだとは思う。おーい、すごいな、すごいな、敵の湧き方がさ。これ、星夜あんまり合わなかったか。こんなワンサが出るタイプは小回りが効く感じの方が良かったかな。ミスったかな。商人か。いや、そのまま行きます。フルプレートをフルメタルにしてもいいけども。おお、ユニーク。ここは傭兵のアーマーで行ったがいいっしょ。やっぱクールダウンがついた傭兵は相当強いからね。間違いないんじゃないかい。働き鉢ぐらい入れとっけ。ボス誰だ。こんな感じか。ゴーレムの HP もまだあるね。何体だ。2体かい。おお、嫌な感じ。おしおり。いや、でも余裕じゃない。おお、しおしおし、余裕。ちょっと今回復使っちゃったけども、安全のためにさ。いや、全然余裕だわ。いや、でも反逆者よ。確かに雪玉もついてていいんだけど、反逆者でしょう。やっぱ攻撃速度アップっていうのがね、すごく使えるので、いいね、蜂がいいよ。ちょっと待って、これね、星よりあんま良くなかったか。ちょっと小回りが効きづらいので、倒しづらい。あ、まあまあ、蜂が出るからいいか。あ、で、矢を使っていけば、問題ないか。じゃあ終わり。あ、まだいる。まだ、どこ。あ、いたいたいた。終わり。11回クリア。いや、楽勝だ。武器変えようかな。いや、でもこれじゃないんだよな。うわ、だよねだよねだよ。ちょっと待って待って待って、段差、段差よ。おし、おお、危ねえ危ねえ、やば。
まり。クリーパー多いね。うん。いつもこのステージってさ、クリーパー多めだよね。今回も、クリーパーめちゃくちゃ出ま、終わりかい終わりかい展開が早い乱射かな長弾はついてないけども、まあ、弱体化1ぐらい入れとけば、マシじゃない？んで、ここ。いいんじゃないですか？ OK、蜂が。開始前にこんないっぱい出てきてくれると嬉しいね。いや、武器欲しい。ちょっと攻撃力が若干足りなくなってきた。攻撃力がちょっと欲しいな。 OK。 あ、ちょっと待って。 OK。 あー、ちょっと待って、下に逃げてる、下に逃げてる。ちょっと一匹下に逃げた。もうそういう動きやめて、めんどくさくなるからさ。では上戻ります。もうめんどくせえ。いや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 、よし、オッケー、終わり。これ終わりでしょう。13回。うわー、まあちょっと時間食ったけども、そうでもないか。いきます。コグ、コグだよ。タワーにはコグだよ。いや、取らんでよかったな、前回の。まあいいか。まあ攻略の時はしっかりとやっていきましょう。おお、スライム多いね。しゃ、でも多いだけで別に問題はない。おお、やったー。これがあるからスライムっていいよね。オッケー、ナイス。お、間に合った。オッケー、いい。反対側にはどれぐらいいる？いや、全然いないじゃん。全然いねえよ。終わりでしょ、これで。14回クリアです。はい。あ、で15回クリアしたぐらいで一度前編は終わりますね。で、後編に行きます。ちょっと待って、パワーシェイカー欲しいと思ってたらちょうど来た。最初の頃取ったからね、攻撃力がもう少なくなってたんで、お、ちょうどよかったな。でも星夜はこれちょっと微妙かもしれないね。うん、星夜じゃない方がパワーシェイカーの力を発揮できるかも。うん、オッケーオッケー。え、もういないの？あ、いたいた。クリアです。あ、釣り竿があるね。なんかそういう武器を持ってきてもいいかもしれません。はい、ということで、今日はタワー初見攻略前編やってみました。15回まで全く問題ないですね。展開が早いです、今回。もう敵がバッてすぐに出てくるので、まあ囲まれないようにやっていけば問題ないかな。はい、では次は16回から30回まで、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。